山雅史です。年が明けてから、11日からチーム始動しまして、その間ちょっとバタバタしていたんで、YouTube の方をこうおろそかにしていたわけではないんですけれども、なかなかそこにこう、時間を割けなかったっていうのが、なかなかこうやって皆さんにご挨拶できなかったことにつながってしまったんですけれども、一応、この中山チャンネルはあります。皆さん、心配してくれていたのかどうかは分かりませんけれども、一応存在はしています。ということでね、2022年一発目を皆さんに、お届けしていこうかなと思っています。まあこのオフの期間というか、この YouTube がこう配信されなかった時間、何をしていたのか、特に何もしてないんですけれども、そういうことを皆さんに話していこうかなと思っています。まあ久しぶりに J1 と戦うということでね、まあ去年まではあの J2 で戦っていたんで、その強度であったりスピードであったりという部分で、やはりその J2 のその強度っていうものに慣れていた部分で、やはり一発目のその福岡戦、結構その強度に驚きを感じながらも、ただただそれにやられるばかりでなく、それに対抗していけてた部分もあるかなとは思いましたね。まあ結果的にはね、1対1というドローで終わったんですけれども、まあ相手のね、そのパワーに屈することなく、自分たちでもボールを回しながら、相手のこのほころびを見つけながら、攻撃を仕掛けるということもできていましたし、まあ得点をしたのは、もうロスタイムだったんですけれども、そこまで戦う姿勢を失うことなく、とにかく前へ前へ、ゴールへゴールへという姿勢が現れた結果が、そこにつながったのかなと思ってますし、あれを0対1で終わるのと1対1で終わるのっていうのは、全然チームに対してのそのパワーの残り方っていうものは違いますから、そういった意味では非常に引き締まった試合を展開し、その中から勝ち点1をなんとかアウェーの地でもぎ取れたのかなという気はします。そして第2戦、まあ久しぶりの、公式戦 J1 リーグでのダービーということでね、静岡ダービーということで、相手はやはり清水エスパルス。なかなかね、自分たちの攻撃もうこう展開できたとはいえ、点に結びつかなかったところもあるし、そしてまた不運なカードによる退場者が2人出たということでね、相手にリードされているところを追いつくこともできず、そのまま終わってしまったというね、非常に悔しい結果になってしまったんですけれども、ただエスパルスとのその戦いの中でも自分たちの良さも出せたと思いますし、自分たちのミス、そういう部分はしっかりと修正して、次の試合に向けて、こうチームを作っていったという部分はありますね。その結果が、京都戦に出たのかなと。久しぶりにね、J1 に戻ってきて、そして久しぶりの J1 での勝利ということでね、非常に喜びを感じました。まあそれもね、敵地でしたし、その中に、そこにですね、たくさんのジュビロサポーターがね、ゴール裏に陣取ってくれて、そこから熱いこの眼差し、そして、情熱をね、僕らに注いでくれた結果が、また勝利というものにつながったのかなと思っています。去年と大きな違いを見せてるのはやっぱトップですかね、杉本健雄というね、もう本当にものすごいポテンシャルを持ったね、男が加入してくれたんですよね。まあまだ点は取れていませんけれども、やはり健雄の動きによって他がこう動きやすくなる、チャンスを迎えるっていうことも非常に多くなっていますし、健雄も1戦目2戦目3戦目とね、こう重ねていくうちにだんだん動きも良くなってきている、そしてゴールに近づいている、ボールを受けられるようになっている、ボールを引き込んでそれを、ゴールに向かうことにつなげているっていうことはね、非常に感じますからね、もうすぐ健雄のゴールも生まれるんじゃないのかなと。そうなってくるとまたチームも盛り上がっていくのかなっていうものはね、非常に感じてますね。そしてジャーメイン亮ですね、まあ、この選手のスピード、そして、左足、これはね皆さん見ものですよって思ってたらね、右足で決めたんですよね。だからね、あれって思うところで決めきる力って、まあとにかくゴールに向かっていた時にゴールに向けてこうシュートを打たないとゴールは生まれないっていうことをね、彼がね、
一発目のその福岡戦で見せてくれましたよね。そしてあのタイミング、キーパーが、その反応しづらいタイミング、あるいはこの混戦の中で見極めが効かないような中でのゴールというものをね、ジャーメイン・リョウが、ね、決めてくれたっていうのはね、非常にあの嬉しかったですね。そしてまあジャーメインといえばね、ブロッコリー三兄弟というね、森岡陸、袴田雄太郎、そしてジャーメイン・リョウ、この3人ね、なかなかね、あの遠目に見ると見分けは本当つかないんですよね。もうシルエットが、ね、そっくりなんですよね。だからね、非常に、困っていながらもこの3人のね、トライアングル、イミテーショントライアングルでね、相手をこう惑わす、そういう作戦もね、これからチームの中で、構築してければチームの躍進につながっていくのかなと思いますね。シュート練習するたびにね、点取ったらそう言えと、それも一つの練習だということは伝えてます。そんなにね、思いっきりこの特別なことっていうことはしてないんだけれどもな、ただ特別なことをというよりも、まず一つ一つのその練習の一本を大切にするっていうことは、非常に僕も大切にしているんで、そこに対する働きかけはしてるつもりではいますけれども、それがゴールにつながったなら僕自身も嬉しいですし、あとはもう選手の力ですよ、選手の技術です。そういうものをこう試合の中で発揮できてるっていうことに対しては、チームの勝利に大きくこう近づけてくれますからね、本当に嬉しいですね。まあアウェーの地にもね、今シーズンから帯同するようになって、やはりね、ホテルで取る夕食というものはね、いろんなものがこう取り揃えてあるわけですよ。それをこう取って、自分の好みで取っていくんですけれども、やはりね、そこにこうブワーッと並んでるその料理を見るとね、全部食べたくなっちゃうんです。でね、ちょっとずつちょっとずつ取るんだけれども、ちょっとずつ取ってもすごい量にはなってしまうんですよね。お腹いっぱいかなと思っていながらも、どっかでね、そのスペースができるんでしょうね。そのスペースを埋めようとする作業が僕の中で始まるんですよね。そうするとね、そこに並んでいるね、バナナね、あのフルーツ、ヨーグルト、まあパンとかね、パスタ、まあその時にパスタもあるんですけれどもね、すべてこう制覇したいなと、コンプリートしたいなと。いけないね、学ばなきゃいけない、そうは思ってます。今アウェーにこう帯同するようになって、まあ、バス移動であったり新幹線移動、飛行機移動もあるんですけれども、その中でやはりさ、パソコンで、そのゲーム分析とかもするわけですよね。その時にそのゲームを分析するその画面を見る、そのちょうどいい高さっていうものがあるんですよね。そうなると飛行機のテーブルであったり新幹線のテーブルであったり、まあ、バスの中のテーブルもそうなんだけどそこに置いて見るっていうと、ちょっと、距離が遠かったり高さが低かったりして見づらい感じがするんですよね。だから僕今リュックに、荷物入った状態で膨らんで状態で、ももの上に乗っけて、その上に、ノートパソコンを置いて見てるんですよね。だからこういう形かな、ここにこうあって、こういう形で見るのが一番見やすいのかなっていう。ただリュックも本当は軽くして持っていきたいんだけれども、それを膨らませとかなければ見づらいんで、この間京都に行った時はバス移動だったんですけど、そのリュックの重い荷物は外に出してバスタオルをわざわざ入れて膨らませて行ったんですよね。だからそういうことが面倒くさいなと思ってる部分もあるんで、こういうのいいよっていうものがあるんだったらね、教えていただきたいなと。まあ今シーズンからその帯同することになったんで、そういうものも必要かなと今考えてる次第です。はい、今年は去年のようにコンスタントにこう YouTube でね、こういう配信していくっていうことがね、なかなか難しくなってますということでね、まあ時間ができればね、皆さんにいろんなことをこう発信できればいいなと思っていますんで、皆さんね、そんな興味ないのかもしれませんけれども、待ってていただければ嬉しいかなと思っております。